3月、教育者としての勉強を積んだ学部学生や大学院生たちが教育現場などへと巣立っていきます。クラスの子どもたちや園の子どもたち一人一人を大切にして、子どもたちの心に寄り添って共感できる教師になれるように、今の初心を忘れずに元気いっぱい頑張っていきたいと思っています。やっぱりその子どもの生活であったり学習であったり、その人生をこう潤い与えるというか、教師はそういう仕事じゃないかなと思ってるので、常に子どものことを真剣に考えて愛情を持って接するような人間でありたいなと思っています。子どもたちの信頼を得ることも大切ですし、また私自身が子どもたちを信頼しきるということも大切だと考えておりますので、その点に注意しながら子どもたちと関わるように頑張りたいと思っています。理想に燃えて入学した1回生、緑のキャンパスで仲間と共に熱中した日々、今毎日慣れ親しんだキャンパスを後に教育者としての第一歩を踏み出していきます。のびのびと才能を育み、青春の情熱を夢に傾けていく京都教育大学は、光り輝く未来を託された教育のプロフェッショナルを養成し続けます。